アルトゥル・ショーペンハウアー。アルトゥル・ショーペンハウアー。1788年2月22日から1860年9月21日はドイツの哲学者。首長は意思と表彰としての世界。ディベルトーストウィリー・ウント・フォーシュティラング1819年。ショーペンハウエル、ショーペンハウエルとも。アルトゥル・ショーペンハウアーは1788年。 富裕な商人であった父ハインリヒと名門トロジーネル家の出身であった母ヨハンナ・ショーペンハウアーの長男としてダンツヒに生まれる。1793年アルトゥール5歳ダンツヒがプロイセンに併合された際に一家はハンブルクへ移住、妹アデーレが生まれた1797年9歳には当時の国際語であったフランス語習得のためるアールの貿易商。 クレゴワールド・ブレジメール家に2年間預けられる。以後長く友情が続くこととなる、クレゴワールの息子で、アルトゥールと同年であったアンティームと信仰を結び、この地で幸福な時間を過ごす。ハンブルクに帰った1799年、11歳、より約4年間、承人育成のためのルンへの私塾に通学。アルトゥールはギムナジウムへの進学を希望したが、 息子を商人にしようとする父に反対される。結局後に商人になるという約束のもとで2年間のヨーロッパ周遊の都に登ることとなる。1800年、12歳、家族と共に3ヶ月のプラハ旅行へ、1803から1804年、15から16歳にはやはり家族と連れ立って、ヨーロッパ周遊大旅行、オランダ、イギリス、ベルギーフランス、オーストリア、シュレージェン、 プロイセンへ出ている。これらの旅行は、父の商用旅行を兼ねて行われていい、アルトゥール自身の旅日記が残されているが、上流階級との交流や劇場、美術館訪問などが記されていると同時に、路上の物売り、大道芸人、見すぼらしい旅館や居酒屋、旅人たちのローク、民衆の貧窮、過酷な強制労働、公主系の場面など、社会の底辺の悲惨と苦しみにも目が向けられ、 しばしば激しい衝撃を受けていたことが伺われるが、その多くの感想には早くも遠征主義的な気分や判断が見られ。ハンブルクに帰ってきた翌年の1805年17歳1月、商業教育を受けるために当時のハンブルクで最も優れた実業家にしてハンブルク資産時、閣僚に相当であった家日種の紹介に入った4月に父が不慮の死を遂げる。 1806年、18歳、伝統ある、ショーペンハウアー紹会が解散すると、義務的に続けられる、商業教育と、精神的な仕事への活動との板挟みに合い、苦しむようになった、原稿を書店に渡した後、イタリアに旅立つ。翌1807年、19歳、すでにワイマールに移住していた母からの手紙で、学問の道に進むことへの助言と励ましを与えられ、これが、 アルトゥールの将来を決定することになる。6月にハンブルクを去りゴータのギムナジウムに入り、12月にはワイマールのギムナジウムに転じる。1808年、20歳、ギムナジウムの校長で優秀なラテン語学者である、レンツにラテン語の会話を習う。1809年、21歳、ゲッティンゲン大学に入学し医学部に席を置きながら、最初の哲学の師となる。 G.E. シュルツェの下で哲学を学び、翌1810年22歳には哲学部へ移る。かねてよりシェリングに傾倒していた若きショーペンハワーに、シュルツェは今後の勉強の目標はカントとプラトンであり、この二人を十分得,得するよう忠告する。1811年23歳復活祭の休暇にビーランとの招きでワイマールを訪れる。秋に、 ベルリン大学に移り、ドイツの国民的哲学者であったフィヒテの下で本格的な哲学研究を始めると、この時期から様々な施策を書き留めるようになる。1812年24歳、ベルリン大学でのフィヒテとシュライエル・マフヘルに対する尊敬が軽蔑と否定に変わり、これに反子古典文献学者ボルフを学者としても人間としても高く評価する。 1813年、25歳春、戦争の危険を感じ第四学期のすまないうちに、ベルリンを去りワイマールの母のところへ帰ったが、間もなく、母と気まずくなり、ルードルシュタットのホテルにこもって、博士学位分、根拠の原理の四つの根についてを完成、イエナ大学に提出し、10月18日に、哲学博士の学位を得る。刊行された論文の最初の読者となったゲーテはその、 才能を高く評価し、自身の指導のもとに、色彩現象を研究する、要混成する。1814年26歳5月に、母と完全に仲違いして、ドレスデンに移住するまでに、東洋学者、フリードリヒマイヤーを通じて古代インド哲学、特に、ウプネカットを知るようになり、これによって、ショーペンハウアーの来たるべき、全思想が決定づけられることとなる。 1815年27歳、色彩論、視覚と色彩についてを完成。翌1815年28歳これが刊行され、ゲーテに送る。1817年29歳、主張、意思と表彰として、世界に対する準備工作が3月から始めた全体を関連する論説でもって、人々に把握させ得るようにすることの範囲では終了し、 翌1818 18年30歳5月、医師と表彰としての世界完成。6月にゲーテにその馬手紙で知らせ、原稿を書店に渡した後、イタリアに旅立つ。1819年31歳初め、医師と表彰としての世界が、海英ブロックハウス書店から刊行されたが、商業的には不成功に終わる。6月にミラノにて、 父の遺産の一部を預けておいた、団地費の銀行が倒産したの方を受け、この事件の整理に、ワイマールに戻る1820年、32歳3月、ベルリン大学にて、原因の4つの異なった種類についてというタイトルで、教職に就くための試験講義を行い、講師の地位を得ると、哲学総論、あるいは、世界の本質及び、人間の精神の学説についてというテーマで、 毎週5回講義するも、ショーペンハウアーは、自分の講義を故意に、ヘーゲルの主講義の時間に合わせたため、聴講者が集まらず失望する。イエナ文学新聞に、意思と表彰としての世界への批判的議論が乗り、ハンバーグとして、虚偽の引用に対する、やむを得ざる告発を書く。1821年、33歳、いわゆるマルクへと事件が起こり、翌1822年、 三十四歳五月には、スイスを経て、第二回のイタリア旅行に出る。千八百二十三年、三十五歳五月、帰国し、ミュンヘンへ赴くと、この地でほぼ一年間病気に苦しみ、右耳が聞こえなくなる。優秀が深まる中、翌千八百二十四年、三十六歳五月二十九日から六月十九日まで、治療のためが主体に滞在。九月には、 ドレスデンへ赴く。1825年、37歳、再びベルリンへ戻り、改めて、ベルリン大学で講義を行おうと試みると、講義への兆候届は多かったも、相変わらず理解されない。しかし、医師と表彰としての世界は、詩人ジャンパウルにより、少書表にて輝かしく批評される。1828年、40歳には、医師と表彰としての世界、 第二版を意図し、我が父の例にという拳事を書き、また1829年、41歳には、関東の主張を英訳して出版することを計画している。1830年、42歳、資格と色彩についてを、ラテン語に書き改めた、生理的色彩論、テオリア・カラーム・フィジー・ロジェカを、眼科学的著述小泉集、ライプツヒ、レオポルト・フォス社官、 第3巻の関東論文として発表。同じ年、バルタザール・グラシャンの人生地300乗っ取りのある神秘筆記と諸星術を翻訳。しかしこれは死後に交換。この頃結婚の計画を考えたり打ち捨てたりしている。1831年、43歳8月、これらの流行を恐れてベルリンを逃れ、9月初めにフランクフルトアムマインに移るが、1832年、 四十四歳に、にマンハイムへ住まる1 0 4 0一年滞在する。千八百三十三年、四十五歳六月、フランクフルトアムマインに戻り、ついに定住、イントン生活に入る。医師と表彰としての世界、第二版に載せるつもりの序文を書く。千八百三十四年、四十六歳、医師と表彰としての世界を、過失再犯する代わりに、補足的な諸考察。 アーガンツェンド・ベトロク・トゥーンガンというタイトルのもとに別の追加刊を出版する計画を立てると1835年47歳5月医師と表彰としての世界の売れ行きについてブロックハウスに2回目の紹介をする著者の需要全然なく在庫は大部分保護に金賞部数のみ残してあると前回より屈辱的な回答を受け独立の論文とするつもりの 補足的な処方札の一部を、自然における意思について、バーデン・ヴィラン・イン・デア・ナチュアというタイトル元に、書き改める。8月、ライン側に沿って4日間、コープレンツへ旅行するが、以後フランクフルトを離れなかったため最後の旅行となる。1836年、48歳、自然における意思について、が、ジークムーンとシュメルベル書店から観光。 1837年、49歳、フランクフル都市に作られた、芸的年蔵婚流委員会に対し芸テの記念を、共造にすべき、用意検証を出す。また、カント全集が編纂されることにも、関与、純粋理性批判は、第二版ではなく、第一版を採用すべきことを論じ、ローゼン・クランツはこれを受け入れる。1838年、50歳、母ヨハンナ死去。 ノルウェー王立学士院、アカデミーの検証募集に応じた論文、医師の自由についてをドロントハイムに送り、同時にデンマークアカデミーに、検証論文、道徳の基礎について、募集テーマは、道徳の基礎を書き始める。1839年、51歳2月、医師の自由についてが、入賞、道徳の基礎についての原稿をコッペンハーゲンに送るも、1840年、 52歳1月、こちらは受賞資格なしと決定する。1841年、53歳、上の二つの検証論文を一冊にまとめ、倫理学の二つの根本問題として、ヨハネス・クリスチアン、ヘルマン書店より千八1842年、54歳、医師と表彰としての世界の続編の仕事を続ける。百四十三年、十五歳、 医師と表彰としての世界の続編が完成。この年、フリードリヒ・ドルグードが、辞女、関連的実在論の誤れる根拠で、世界歴史上の重要な思想家として、ショーペンハウアー名を挙げている。1844年、56歳、医師と表彰としての世界聖編、第2版並びに、続編が、ブロックハウス書店より、書店側はショーペンハウアーに、 原稿料を払わないとすることで刊行され、ビースバーデンの弁護士、ヨーハン・アウグスト・ベッカーがショーペンハウアーと哲学的な文通をはじめ、ショーペンハウアーの学説の支持者となると、1845年、57歳、フリードリヒド・ドルグードが、真理に立つショーペンハウアーなる著書を表す。同年、ショーペンハウアーは、ヨロクと、ホイ・ペレルがうんとペラーラ・パマナを書き始め、 翌1846年58歳7月より哲学博士ユリウス・フラウエンシュテットとの親密な交際が始まる。1847年59学位論文根拠の原理の4つの根についての著しく改正活動を保した第2がヘルマン書店から刊行される。184860歳フリードリヒドルグードが 統一としての世界という論文を発表し、その中で、ショーペンハウアーの体系が、一つの教訓史の形で表されいると述べている。1849,61歳8月、ボンニテ、妹アデーレ死去。司法官司法、アダム・フォンドスとの交際が始まり、ドスは、ショーペンハウアー哲学の信奉者となる。1850年、62歳、6年間にわたって、続けた。 ヨロクトホイが完成し、フラウエンシュテットの尽力により、翌1850年、62歳11月に、ベルリンの AW ハイン書店から全2巻として、この時も原稿料なしで刊行される。1852年、64歳、哲学博士、エルンストー・トー・リンドナーとの交際が始まる。1853年、65歳、ウェストミンスター・レビュー4月号に、 ジョン・クセン・フォードが、ドイツ哲学における、偶像破壊という論文を発表、終始、ショーペンハウアーを論じたもので、ショーペンハウアーを、初めて外国人に注目させる役割を果たす。1854年、9月、自然における意志についてを、改定増補した第2版が、ヘルマン書店から、12月には、視覚都市記載についての第2版が、ハルトクノフ補書店から刊行される。 フラウエンシュテットは、ショーペンハウアー哲学に関する、書簡集を発表する。リヒアルト・ワーグナーは、その施作、ニーベルングの指輪に、自筆の、死母と感謝の心よりという献辞を点って送ってき、これに対しショーペンハウアーは、ワーグナーは、音楽家としてよりも、詩人としての才能を持っている、と言っている。さらにこの年、ショーペンハウアーの最初の電気作家となり、 また遺言執行人ともなるビルヘルム・グビナー、法学博士と親しく交際する。1855年、67歳、フランスの画家、ジュール・ルンテシュッツが、油彩の肖像を描く。1883年に、ショーペンハウアーについての、我が思い出を書くことになるワーグナーの弟子で、若い作曲家のロベルト・フォン・ホルシュタインとの交際が、始まる。 1856年、68歳、ベルリンの雑誌紹介からルンテシュッツの描いた、肖像画が華麗な石版画となって売り出される。ライプツィ大学哲学部が、ショーペンハウアー哲学の真髄の解説と、批判というテーマで、検証論文を募集する。カール・ジーベールという学生がこれへの応募のため、4月に、ショーペンハウアーを訪れ、翌1857年、69歳、 に当初を得る。この論文は、ショーペンハウアー哲学の概要並びに批判的解説として出版され、ショーペンハウアーはベールに卓越した書と記した令状を出す。同年本大学でクーノートが、ブレスラウ大学では、G.W. ケオルバーが、ショーペンハウアー哲学に関する大学での初めての講義を行っている。1858年、70歳。 2月22日に70回目の誕生祝いが催され、ベルリン王立学士院がその会員に、ショーペンハウアーを推薦したが、ショーペンハウアーはこれを拒否した。8月、主張、第2班が売り切れ、ブロックハウス書店よりの、第3班を刊行したいとの申し入れを受けて9月に、第3班観光の準備にかかる。1859年、71歳、画家アンギルベルト・ゲイベルが、 油彩の肖像を描き、それからエッチングを作る。7月1日ェーネアウスジヒト17番地の16年に、渡って曲がりしていた住居で、同16番地の林下に移る。女流超王国家、エリザベートネーが大理石の胸像を作る。11月、主張第3版が、続編と共に刊行される。1860年、72歳、ゲーテの義米、オッティリエが、 主張第3班へ祝辞を寄せる。倫理学における2つの根本問題の第2版への準備を始める。9月9日、肺炎にかかり、9月18日、誘言執行人、ビルヘルムグビナーと最後の会見をすると9月21日、金曜の朝に死去。9月26日、フランクフルト市の墓地に埋葬され、その意志に従って、破壊死には彼の生命だけが刻まれた。 感と直系を自認しながら世界を表彰とみなしてその根底に働く盲目的な生存意志を説いた。この意志のゆえに経験的な事象はすべて非合理でありこの世界は最悪。人間生活においては意志は絶えずとの意志によって阻まれ、性は同時に苦を意味し、この苦を免れるには意志の定観、絶滅以外にないと説いた。この遠征観的思想は19世紀後半に ドイツに流行し、ニーチェを介して、非合理主義の源流となった。当時支配的だったヘーゲル哲学に圧倒されて、なかなか世間に受け入れられなかったが、彼の思想は、後世の哲学者や文学者、とりわけ、ニーチェ、ワーグナー、トーマスマンらに、大きな影響を与えている。ショーペンハウアーの意志と表彰からなる世界一貫は、ニーチェの悲劇の誕生の大前提でもある。 また、本書の立論の揺るぎない前提は、ショーペンハウアーのペシミズムだったのであり、第三節で、ディオニュソスの従者シレノスが吐く過激な言葉がペシミズムを体現している。ショーペンハウアーの意思と表彰としての世界の根本的人間観も、ペシミズムであって、独特の音楽観が改陳される、第五十二節の直前の第五十一節で、カルデロンの人生は、 夢から次の言葉が引用れる。ショーペンハウアーはここで悲劇の真の意味を提示するためにカルデロンの悲劇から典型的な一文を引用したが、二つの引用を比べてみれば、ニーチェの引用はショーペンハウアーのバリエーションであることが明白である。本人は仏だ、エッカハルト、そしてこの私は本質的には同じことを教えていると述べている。 ショーペンハウアーは芸術論、自殺論が有名であるが、むしろ博学で法律学から自然学まであらゆるジャンルを網羅した総合哲学者としての側面が強い。仏教精神そのものといえる思想とインド哲学の精図を明晰に語り尽くした思想家であり、日本でも森鴎外をはじめ、堀達を萩原作太郎、筒井康隆など多くの作家に影響を及ぼした。 フィヒテ、シェリングの哲学は、この哲学史上およそ例のない、惨めな衛生哲学の先駆けと批判した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。